って自分その絶対勝たなきゃっていう、前回は優勝しに行くぞみたいな感じだったんだけど、勝ち私は勝たなきゃ来れないみたいな、楽しみっていうよりはプレッシャーと緊張と不安とみたいな。きらめきグリッターっていうチームとしても前進してる感じ。前進してると思うし、今回優勝したらというか、でももっと嬉しいと思うというか、なんか、うん、本当に大好きな人たちと本当に取りたかったものを取れてるというか、なんか普通に優勝しても面白くない。確かにそう。ズバ抜けで優勝しない。おお。去年もさ、生きったはいいんですけど、本当に不安でしょうね。ブルブル震えながら、でも今、ズバ抜けて優勝するで、もちろん本当やっぱね、やるからにはね